子です。というわけで、現在コスタリカの、サンホセというね、まあ、首都コスタリカの首都に移ってきました。昨日までは、今日の朝まではラ・フォルトゥーナっていうね、町にいたんだけど、サンホセ首都の方に戻ってきました。でコスタリカの、まあ、シティあるあるなんだけど、あまり治安よろしくないと。まあそれでもね、シティのどんな感じだよっていうのは映したいなと思ったので、まあ、動画回します。ここからはちょっと明日実はニカラグアに行くんだよね。ニカラグアに行くから、だから今日はもうサクッと、サンホセ一泊して、明日の早朝の便に備えるっていう感じなんだけど、ちなみに街並みはこんな感じ。治安はあんまり良くないね。とりあえず今からホテルに、チェックインしに行きます。あ、なんかすごい浮浪者がいっぱいいるエリアはいっぱいいるんだけど、この辺はね、治安悪いっていうか、まあ閑散としてるって感じかな。この間、まあ私基本行くところさ、結構シティよりも自然系のところだからさ、割とこうローカルも落ち着いてる感じの、まあ、人もあんまりこうごった返してないようなところとか、あとは結構バックパッカーの聖地なるところみたいなところに行くから、割と治安も安定してるところが多いんだけど、まあちゃんとねリアルを見るためにもシティには目を通しておくべきだなとは思って、中米旅はやってるつもりなんだけど、どこも結構シャッター閉じてるね。なんでだろう、今日日曜だからとか。すごいね、なんか前いたフォルトゥーナの町の方でも公園があったように、本当こっちは公園が本当にみんなの憩いの場って感じになってる。あ、病院かこれ。うわ、こっち側こんな感じなんだ。ストリート売店、売店なんていうんだこういう。まあでも今日は本当気温がそんなに高くなくてありがたいわ。マジで歩きやすい。もう本当にコスタリカやばい、本当に暑すぎて溶けそうになった。太陽との距離がマジで近い感じしたもん。わあ、この辺はやっぱこうやってお肉とかは、あのお惣菜屋さんというか、奥精肉屋さんがある。あ、でもあれだね、なんかこの間サンホセ来た時よりもまだ全然マシかも。エリアの問題か。ショッピング街はまあ悪くないと。いいな、やっぱ楽しいわ。今回泊まり宿、ストレイキャットホステル、前回泊まったところと一緒です。まあ寝るだけなんで。オラー。
reservation? Yeah. Can I check in?You can choose your bed, please, or please. I'm going to choose here. Okay, thank you so much. Thank you. というわけで、今回のここで、ここはね、シティのホステルでありながらね、ここの空間が広いのがマジでいいんだよね。この辺がセンターだね。ローマス、おお、アローマ、アローマ、アローマ、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 すごい。パン屋本当に多いな。パン屋とか、わあ、めっちゃローカルな感じするけど、あれが欲しいんだよね、あのキーロックマジで今回の旅ワンツーぐらいのミスだなと思うんだけどさ、バックパッカーはだいたいチェーンを持ってるのね。そのチェーンを今回に限って家に置いてきたっていう。だからあの錠前みたいの売ってないかなと思うんだけど、すごいぜ、注目度がすごいぜ。うわ、何これ、鳥か、すごい、えぐくない、トリコすげー。あそこ見て、サルサめっちゃサルサ、さすがだね。うわ、うまそう。何これ、トルティーヤ、ケサリオラパンケーキだ。あ、グラシアスすごいな、これもなんかやってんだ。わあ、結構おしゃれなカフェだ。いやもうなんか楽しいな、このグルメのチョイスが増えるのはやっぱシティだなって思うし、嬉しいすごい、アボカドロトすごいね。錠前ないかな、錠前。お、見て、安心するな、やっぱマック強っ、世界のマックですから安心するな。いくらぐらいなんだろう、ちょっと値段だけ見てきていい。150コロンか、だからセットで1000円ぐらい、やっぱちょい高いよね。え、え、待って、普通に高いよ、普通に高いよ。え、日本のビッグマックのさセットがそもそも分かんないんだけど多分高いよね全然。あ、そう思うとコスタリカの物価はまあまあ高いと思うな。うわ、うまそう、チキン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 、うまそう、はい、のりを最高、チーズとかだ。本当にこれ好きよな、チップス、コーン、コーントルティーヤっていうの、あの、あれをお菓子として食べるのは好きなんだけど、タコスはソフトシェル派です。はい、ソフトシェル派。おー、なんかここはあれかな、原宿的な、サンホセの原宿。わー、いや、 やっぱ中米縦断中割とさ、まあ、言うたら田舎の方にいたからさ、おおおお、そう、割と田舎の方にいたからちょっと嬉しい。
おお、すごいぞすごいぞ。怒ってるよ。あ、渡っていいって。ちゃおうぜ。でもどうだろうね、洋服屋さんが多いかも。ムンドレアル。すごい、メルカドセントロだって。セントラル言うたらセントラルマーケット的な。でもすごいよ、ずっと奥まで続いてる。今日はね、余ったコロンでちょっと久々の外食をしようかなっていう。多分ね、私カメラ映像見てないから、まだ見てないから分かんないけど、多分相当な人がこのね GoPro をね見てる映像がね映ってると思う。こんなもんですよ、中米のカメラ慣れは。しかもね、こんな平たい顔族がね、こうやってカメラ持って聞いたこともない言語で話してると、まあそれはね見るよ。チキン、うまそう。とりあえず美味しそうだったから入ってみたい。ここでオーダーするのかな、ここでオーダーするかな。ちょっと待って、どれがいいのかな。It's Costa Rican food. Huevo, el huevo frito, frito, el huevo frito. What is frito? Sí, frito. Es de la imagen. Okay. Para comer, para comer. Yeah. 注文できた。マジで。もう本当にジェスチャーで全部オーダーした。あ、ちょっと食べれるか分かんないから、切れるか分からないけど、なんか気になるものは悔いがないように注文してみた。まあ、最後の最後で結構美味しそうなもの食べれるかも。しかもめっちゃ安かった、3100コロナでしょ、あ、コロンでしょ、870円、安いな。線路を出します。うわー、というわけで来た。こんな感じ。このね、お米と混ぜられたご飯がコスタリカンフードらしい。うまそう。これはサッとするんだ。美味しそう。いただきます。飲み物がついてくるっていうね、コーラにしました。マジで本当に何を注文してるか分かんなかったからさ、とりあえずって言って、いただきます。サルー。おう、コーラ、うまそう。いや、まずこれでしょ、えぐくない？結構激アツなんだけど。あ、サンキュー。うまそう、これこうやって食べるのかな。え、米パラパラ系結構好きなんだよね。うまい。うわ、好き。うん、マジで米食べたかったから嬉しい。うまっ。豆の炊き込みご飯って感じかな、チャーハンよりかは炊き込みご飯系な気がする。豆が好きだからたまんない。うまいわ。赤飯のお豆っぽいけど、どうなんだろう。でね、多分食べ方はあんまりよく分かってないけど、このマヨ乗っけてこうやって
やって目玉焼き、うん、待ってちょっと日本食チックで嬉しい。うまポテト、あ、バナナだ、うん、甘いバナナ、これだったら自分いけるわ、全然いける。もう何度も言ってるけど本当にさ、料理とフルーツとかデザートの掛け算できない人だからさ、これはうまい、絶対こうだよね。絶対正しい食べ方はこうやって目玉焼き乗っける、炭水化物、炭水化物マヨつける、でご飯盛る。すごいな、このヘルシーそうに見えて全然ヘルシーじゃない、こうでしょ。飛ぶほどうまい。なんだろうな、このマヨネーズがうまいのかな。あとちょっとパン屋が多い理由が分かった。パンがめっちゃうまい。食パンうま。食パンうま。うまい、マジでめっちゃくちゃお腹減ってたから最高。もっと治安悪いかなと思ったけど意外とね、そうでもなかった。時間帯さえ間違えなければ中米は本当に、時間帯とあとストリートね、間違えなければ基本的には大丈夫。だって同じ人間が住んでるんだもん、そこに住んでる人もいるんだからある程度は大丈夫けど、ちゃんと用心はしなきゃダメだよっていう感じ、っていう感じで。わあ、これもすごいな。いただきます。まずくはないけど、もう一段階上を行ってほしかった感は、この生地がパンケーキっぽい生地なので、なんかそれがもったいないというか、中身は美味しい、チキンとキャベツかな、でマヨ系のソースが入ってて、だけどこのちょっと甘めのパン、パンケーキみたいな、それがね全然合ってない。まあでも美味しくいただきますよ。こっちはめっちゃうまい、マジでビビる。うん、最高。目玉焼きとさ、お米の組み合わせだったらさ十分だよ。ここはコスタリカだよ、これ以上何を求めるっていうぐらいに、もう全然このお米と目玉焼きで十分。Hey, you're American or Chinese? No, Japan. Japan. You're Japanese. Yeah. Terico, Terico. Rich. Rich? No rich.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  じゃあラストバナナいっちゃいます。うん、うん、うまかった。あー、お腹いっぱい。いた。
でした。おっちゃんとお兄ちゃんといっぱい話して楽しかったです。コスタリカね、でも最初にちょっと治安悪めかもって言ったんだけど、良くはない、良くはないけど、でもね、コスタリカ人これだけ陽気でフレンドリーで結構やっぱあったかい、まあ、大体の人はそうなんで、なんかやっぱ百聞は一見にしかずだなっていうのを改めて感じました。また明日中米縦断一回戻ってニカラグアの方に行くんで、そちらもね YouTube 回すんで、そちらの動画の方もお楽しみ。というわけで今回の動画はこんな感じでした。見てくれてえい今回の動画もね、応援も含めてグッドボタン、チャンネル登録、あとはコメントよろしくお願いします。というわけで今回も見てくれてむちゃすぐらしかった。また次の場所でお会いしましょう。アディオー。